今回なんですけれども、久米島で購入したこちらのビール飲んでみようと思います。久米島612、レッドブルーというふうにですね、書いてます。はい。こういう感じですね。ラベルなんですけれども、こんな感じで。えー、このビールですね、久米島の海洋深層水使っているということで、こういうふうにですね、ちょっと海の水のような感じのデザインになっているかなと思います。 えーとこちらに書いてるように、発泡酒、レッドブルーということで、麦、え、芽、ー、ドイツ産。で、ホップ、塩化マグネシウム、スピルリナ、青色、層。で、麦芽使用率が100%という風になってます。アルコール5%になってますね。スピルリナ、なんかこれ天然の青色をしたですね、色素になっているようで、こっちら弱色料になっているようで、 なんか安全な、えー、自然の着色料のようです。はいで、これ今、青っぽく見えないですけれども、注ぐとですね、青色のビール飲めるということで、どんな感じか楽しみですね。生きた酵母をろ過していないため、酵、え、母、ー、の濁りや沈殿が起きることがございますが、品質には問題ありません。生産ロット保管状況により、青色の濃淡呼び色合いが変化。 変動することがありますが品質には問題ありませんということですねはいこういう感じですで、えー、久米島沖の水深6 1 2ー,ーから組み上げた久美、えー、の水の良さを生かし首里のドイツ人ブルワー,ーが仕込みましたということですねそれでこの名前612というふうになっているんですね、えー、深海の深い青を表現しながら光の加減で赤くなる不思議な 世界観を目でも舌でもお楽しみくださいということですね藻からの天然青色色素由来ということでスピルリナさっきのこの藻からのですねあの青,青色をとってますよとそういうことですはい、えー、製造所がウォルフ・ブロイ合同会社というふうになってますそれではこれからビール注いでいこうと思いますちなみに王冠の部分ですけどもこんな感じで特別デザインとかはありませんでした どううでしょうか。このような感じですごくですね青色際立っていてちょっと珍しくてですねこの色も普段のビールとは違っていいんではないでしょうかこれからですね少し飲んでみようと思いますはい香りはですね通常の麦芽のビールという感じの香りしますね少し濃いめのあの 味が感じられそうな感じのビールっていう具合ですうんうんそうですね味自体はこう苦味はそれほどないんですけども バクの風味と味がこうしっかり感じられてるっていう感じのビールで味もなかなか濃厚でですねこれ美味しいですねで後味の余韻も程よく残りましてこうスッキリタイプっていう感じではないんですけどもあの余韻楽しみたい方はこのビールですね美味しくていいと思いますそれとやっぱりこのブルーのカラーがですね通常と違っていいですのでこれもですね たまには違うカラーで飲めるということで面白くていいと思いますはい味もですねこうビールのあの少し苦味は抑えめですけれどもしっかりとした濃くなるビールで美味しかったので久米島行ったらですね是非飲んでみてください美味しかったですえーと値段なんですけれどもちょっと忘れましたけれども800円か900円ぐらいだったような気がするんですけれども800円前後ぐらい 1> 1本ですすねっっていいう感じだったと思います最後になんですけれども、えー、香りの面ですが通常の瓶に比べると若干ですねあの少し変わったような香りっていうかそういうのがするなっていう印象ありました原材料のところに塩化マグネシウムとかスピルリナ青色素 ということでそういった着色料の藻から取られている着色料ということでその辺のですね香りが少しあるのかなと思ったりもしましたけれどもそういう感じでちょっとですね独特の香りあるかなっていうそういう雰囲気で通常のビールのような感じで飲めるんですけれども若干ですね違う風味も感じられたなっていう印象がありましたですけれどもそんなにです、ね、こう嫌な感じではなくてやっぱり 基本はその通常のビールみたいなそういう感じになりますので飲みやすくて美味しくて良かったです。